どうも本能の小物釣り師です。本日は海釣り、金沢港は大野地区に来ました。この釣りは金沢港の中でも比較的無難な地区、安全な釣り場だと思います。ちょっとあいにくの雨ですが、まあ、これから北陸地方は、こんな感じのパッとしない天気が延々と続くんですが、まだまだ、許容範囲、まだ暖かい雨なのでまだまだ十分釣れると思います。まあ、これからの冬の釣りの予行演習も兼ねて、まあ、あえて雨の日に、ここで釣りをやっていきたいと思います。さて釣れるでしょうか。やってみたいと思います。さて釣り方ですが、竿は3メーターのちょい投げ竿、重り負荷は10号ぐらい、道糸が 0.8 号の PE ライン、それに PE2 号の力糸をつけております。重りは誘導式天秤の8号で始めて、途中で4号に変更しております。多分8号の方がいいのかなという気はしております。あと天秤は誘導じゃなくて固定の方がかかりはいいと思います。まあ、ただ撮影用に竿の曲がりがより表現できる誘導式を選んでおります。針はキスの6号、餌は塩漬けの砂利目石5回です。